え、聞聞たた春の選抜がねあそか開催されるんですわははいいどっちだと思ったちなみにいやどっちだと思った大喜利大喜利大喜利どっちだと思ったいや違う若い話じゃなくてまあ便秘が治ったとかあっどっちも正解どっちも正解なんだどうでもいいやどうでもよくないわよ

出なるほどはいはい水野さんは何か昨日ね水野さんがツイッターでさ先週も話したさツイート水野さんなんかちょっとポイズンだと水野さんのツイッターはもうツイートはポイズンだとポイズンではないですよ 僕は話したじゃないですかまた昨日ポイズンの内容で不適切だからこれはもうあの取り上げあの消去させていただきましたとツイッター側からも不適切だと言われ消去されてるツイートを見つけたんですえ消去されたのそれでうわまたポイズンツイートしてるわと。 この人これはやばいだろうと思って俺もうネスクショして今日ラジオで言いようと思ってあとどんな内容で消去されたのかなと思って気になってて結果ねどうにか分かったんですよそのツイートが勝手に俺の乳首の写真を上げてツイートして乳首の写真俺の乳首の写真をツイートしてるわけよ 消去されてるわけよあ消去されてるんだ消去されてるへえ俺が恥ずかしさよや俺が恥ずかしいやしはそんなのってえ何普通に乳首を単体で取ってそうこのそばしの乳首ですみたいなのをあげたってことです乳首見してって言うもんだから昨日う水さんが稽古してて自分の稽古ももうそっちのけでそばしょう乳首見してっつっておん すっつったら急にもうスッてすっってえいいな俺もやって俺もやってすっってすっってからもう真っ青になったけ乳首ええ裏山乳首全部真っ青になったえっ裏山いない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 ってなって俺もう怖くて怖くてその乳首を写真ねアップしたらお俺消去されて俺が不適切みたいな感じになってええ ねえめっちゃ違うんだけど。はい。違うんすか。違不適切だからっていう消去されたっていうのはまあここでね。本当だ。証拠としてありましたね。本当だ。すげえ。初めてされた自分。この人。えミズウさんこれ通知来ないんですか。あ、来てない。なんか不適切だったんで消されましたみたいな。うん来てない。ええ。じゃ。 聞いてください。あの昨日、恵子で、いやちょっとあの恵子さんの話はちょっとやめてください。あのこ小室さんのちょ違います。あの小室さんの関連があるんで、恵恵子さんの話はちょっと演劇の恵子の恵子の方です。おけ恵子の。あ、おけ恵子。おけ恵子の方ですね。おけ恵子な。そうです。おけ恵子ね。はい。おけけね。恵子をしてたというか、まあ台本をちょっと読んでたんですよ。はい。で結構 ちょっとすみません、あの恵子さんの話は。あの小室さんが、あのちょっとあるんで、小室哲哉さんの。失礼しました。おけけいおけけいこって、はい、おけけいこね。はい、ちょっと真剣に読んでて。はい。ふって前見たら。この人が。どの人。どの人、ラジオじゃ分からんぞ。どの人よ。俺か。総うさんが。あ、そうしょうが。なんか、めっちゃ。

あの翔さんが俺がえローションプレイですか辛みっていうのはいえ違いますああ普通に普通のうざがしゃべるのねはいはいはいしたらあの翔さんちょっと体毛が濃いじゃないですかうんでお腹の毛を見せ始めたんですよ翔さんの方がおおじゃ違うよ俺がこれさ見るわけよしにええ俺がじゃ癖で俺癖でちっちゃい頃からだけど服こう脇腹のところを 巣で触る癖があって、あのめくり上げるというか。めくり上げたら、う中中で直で俺触る癖があるわけまわよ。なんか考え事したりとかして。そしたらちょっと服がふわって上がるさ、俺。へそ、死に見るわけよ、この人。違うさめちゃめちゃへそ見るわよ。どっちの話が本当なの私俺の話が本当。私はどっちの立場にいいの乳首吸われた、俺。え、ちょっとひどいよ、それ。 付き合ってもないのにさなんでそんなことするの初めてかもしんないよ乳首座れんのどう思うのそれについていやそんなの知らんよやん濡れ犬だしでででまあなんか自分は座ってて翔さんが立ってるもんだから目線の先にお腹の毛が見えるわけですよはいはごせおしまえっつってほら俺乳首の毛剃ったんすよっつっておおおおおお濃いやつね見てもらっていいっすかおん。して どどんどんゆっくりゆっくり服をめくり上げてって <laughs>、うん、<laughs> で最終的に乳首をバッて見せたら <laughs> 結局毛生えてる。<laughs> えー、っていうボケ,を <laughs> ボケをかまして切ったわけ真面目に自分が台本読んでたのにはは <laughs> はいはい、はいにり、はあ、と思って、うん、そしたらなんかもうこの反応が楽しかったのか何なのか分からんけど。はいうん なんかずっとなんかニヤニヤしながらあのツイッターのね画像を見れた方はあのちょっと想像してほしいんですけどあの状態もうめくり上げたまんまニヤニヤしながらあの状態でずっといるわけ。ほうほう。じゃあもう分かった写真撮らしてつって。いやなんでよや。これはなんでなんすか。ネタにしてほしいんだろうなと思って。おかずのってことです。違います。かな。えどういうことなんですか。なんで写真撮ってそんな勝手にアップしたんですかじゃ。 面白オモシロイとはオモッタ。じゃあ、なんだ受けたじゃん受けたじゃん。不快だった。なんでよなんでよ。ツイッターにはシンプルに不快ですって。あ、だから、みそぎではないけど。汚ねぞ、お前はと。で消去されて。へあな絡みしてきてや。ちょいちょいちょい。これって誰かが通報したんかないや、あれじゃないパトロールしてる。そうゃないツイートパトローラーが。 ツイートパトローラーいるんだ謙虚っつってこのツイート謙虚で消されるんだでもさこの消されたやつってまた戻ってたりするさえもう見えるんですかツイッター水さんの見てないんだまだうん見てないまだ消去されてたよ俺のやつ見てみるじゃん おうん。うそそうなう恥ずかしいよやうそう恥ずかしい？いそ知らんようそ<い><っ>一回俺の画像が見れた人もいるわけでしうそ,そう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 まうそうたうそうそたそう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 たうそ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 ううちゃんと乳首にはあの加工ほどこしてあっ <laughs> あるので大丈夫でですも、ミズさんの乳首は消去されてないですよ、俺の方では。いいですかってミズさんの乳首は消去されてないです。いやいや、別にうち乳首をウさんに見せた方がいいそこは検挙されてないです、ミズさんの乳首は。ややばばいいよじゃあ、うちの乳首はいいけど、ウさんの乳首はアウトだったってことな

チンチンのこの日焼けしてますからね、二重ですからね。まだやっての日焼け。はい。まだやってるってのは、まだ残ってる。本当だ。いや、日焼けね。日焼け見してるだけですよ、今。日焼け。ああ、ちょっと、あの、映像の方はね、ちょっと分かりづらいとは思うんですけど。ちょっと反射でね。はい。ああ、今の方にね日焼けがまだ残って。る残るね。残るね。本当に。不適切。本当に不適切。不適切です。ホワイトデーでしょ ホワイトでだからちょっとねもうすぐパッて渡したいなと思ってありがとうなんか急だったね今ね話の切り上げ方ちょっとプーキーさんに習った方がいいんじゃないホワイトでしょいはすぐ行きたいな思ってだからちょっとかわってけよちゃんとかわってけよこれは俺たち二人からのもうこのお返しですなんでよや お前別々にせえ普通に汚いないや二人のお返しっていうことで受け取ってもらえれば嬉しいですちょっと俺じゃあじゃあもうちょっと待って嫌な予感しかしない昨日じゃあでもこれは普通にシンプルに「水さんは喜ぶ」「シンプルに喜ぶ」「違う前があるから怖いわけよ」納豆サイダーね」じゃあ普通に今日はもう飲むこれはここでは飲めんからシンプルにこうおっおお出てきたぞ いや皮むく感じでや出すな。皮むく感じで出すな。マッコリ。おお。マッコリプレゼンツこれ嬉しいでしょ。いいいやつでしょこれ。いいの。マッコリ。いいね。マッコリどんなことない。マッコリとこれ。お。

いいすね、これねありがとうございます酒も飲むんでしょ水さんまあまあ飲めはしますはいじゃあいいチコとかマッコリこのピン菊さピンね菊さピンとかちょっとなんかエロくエロくちょっともうそのためにしか買ってきてないですからねそや、そうでしょ家族でしょマックスバリューで40分悩んでましたからね他にいいのないか他にいいのないかって昨日直接聞きに来よったからね伊生さん何？水さん何がいいっすか コーヒーコーヒーですかええ。言うなや。言うなそんな。まあ確かにその後とに乳首見したけどそのあとの中でちょっとじゃあいただいていいですかじゃあ俺の中では順番がある言ってほしい。はいはいはい。こうまっこりまあまっこり一番にしていいチコいいチコいいチコでくまさピンでちょっとこれいただきたいですね。はい。 うん、これちょっとおかずに飲んでる人もいるんで今このことをおかずに飲んでる方もいるんでねいただきたいと思いますよじゃあどうぞじゃあ続いてもっこりもらっていいですかもっこりもらっていいですか一応一応違ったパターンでももっこりもらっていいですかははいい、 いやまっこりでやな間違えてるやまっこりで俺がうっこりじゃないよまっこりだろえで続いてはい1個いいですねいいちこでちょっと菊間ピン菊間ピンいただきたい菊間 いいっすねいいっすねいいねいいチコの時もあれだなもういいチコあんまエロくないからもうチとコーの間にうん入れよう入れないえじゃあいいチコンでもらっていいですかいいチコン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 

ピンピンって二回目の怒られるんじゃないか大笑いけんさんピンみたいなテンションでも大丈夫ですよ菊政さんのピン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 って2発目のピンの時にもマックスいく感じいただいていいですかどうぞ菊政さんのピンピンあかわいい いいっすねな,なんだばこれじゃあ続いてチクビームもらっていいですかいや, <laughs> いや終われも, <laughs> <前>もう<前>チクビームチクビームピンなんで すってないよ一応。あのこのマッコリってちょっとあの白っぽいじゃないですか。あのちょっと胸元にこのかけるとかできます。いやまあだめだ。できません。それ写真撮りたいっす。ダメですか。待ち受けにしたい。アホじゃないか。いや普通に考えれ。いやありがとうございます。いやいいや。ホワイトデーホワイトデーだからお返ししてね。ね。これも普通にシンプルに美味しいでしょ。う菊間さんピンとしてあんま分からんけど。お母さんにあげよう。お母さんにあげんねや。自分で飲め。 じゃあ僕は再来週にあげますわ。なんで来週じゃないか。再来週にあげます。シネハ楽しみにあいいっすね。ありがとうございます。い。やマジで嬉しいなこれ。酒。他にもらいました他の男性から。ホワイトあのバレンタインあげた方が。そう。オゼメンバーでもいいし。オゼメンバーのオゼの男性陣からいただきました。ああそうなんですか。え去年からあのオゼメンバーの渡嘉敷直貴。 火曜日のね、おりちゃんメンバーの高敷直隆が去年から手作りで返してくれるんですよおー手作りは嬉しいようんうんえー、今年はクッキーをみんなで、みんなにいただきましたはい、直隆、あいつなんか狙ってるなあいつなぁ狙ってるな手作り作りました狙ってるなこれは狙ってる誰か狙ってるみーかーさんみーかーさん狙ってるな

ちょっと紛らわすた隠れてから本命とか渡してないなおたか分からんなもしかしたら何が入ってるかわかんないですからねその手作りに手作りになんか体がうずうずするそういう薬とか入れてる可能性も泣きにしもあらずみんな食べたけど普通にその後帰りました強いんだじゃあミズさんがミズさんがもう超えてくんだフェロハンがじゃみんな普通に帰りましたそれかいつもそのテンションかだよなそれかいつもそのテンションなのか平気になってるんだそれってもあいいっすね 俺もだから去年手作りクッキーあげたじゃないですか俺のあの手作りクッキーああ俺手作りクッキー作ってきたでしょめちゃめちゃなんか辛いやつとかあってそうカレー粉とかんかスパイスの効いたやつとかあとあの何だったニンニクとかにクソまずかったやつっ言うねんちゃんと作ってきたのにあホワイトデーかじゃ返さないとな手作りでちょっとプーキー作ってきてよお前は。 トモヤム君とかしかし作れんな <laughs> 手作りって言ったらトモヤムくんとかしか作れないな大丈夫か,かな家でご飯作るお前プーキーは最近はめっきり減りましたねあ作らないんだ、うん、作らないっすねもう一時期行っ,、ね、っても2日ぐらいですけどね本当ああそうなんだ2日朝昼晩作ってああもう無理ってなって <laughs> もう作らないっすえっんか手作りか なんか昔2人だけの時のラジオでプーキーの手で握ったおにぎりを食べるっていうなんかあったようなコーナみたいな企画みたいな罰ゲームみたいな感じで覚えてないなマジでおうなんやかんや美味しかったんだよな <laughs> あのじゃあ俺もおにぎり作ろうかなじゃあケ <laughs> ージ握ってるや,し握ってるやつしねる 死に握ったやつもう死にひじき入れましょう。中にでなんかいろんなもの毛とか手の跡がつくぐらい握ってるんでしょ。運せよやそこまで。でそれその握った時にあのこの爪の間にこの米粒がいやもうなったとしても俺はそれを取ってペタ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 貼るから目の前で取らないな。九州鹿の俺さんから。 お母さん元気って来てるよ。はい元気ですよ。急にお母さん。えーミギンギンって言ってってリクエストリクエストギンギンいただいてますけど。ああはい大丈夫ですよ。ギン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 ピンピンって言ってもらっていいですじゃあギン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 ピンピンってもらっていいですかちょっとそれ言ってからちょっと CM いきたいと思います。はい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 。えーじゃあ CM の振りからじゃ先にね。 メールまだまだお待ちしておりますのではいよろしくお願いしますメールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.jp すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.jp となっておりますそれではギンギギンギン,ギン,ギン <laughs> ピンピン <laughs> いや誰の顔がビッグワンのテンポみたいに大きいよお前。よい品たくさん並べたのか。お今日も滑り知らず。当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないスラフトだけやで。今日も宝庫 z 間違いなし。 さあ、オリジンチャンプル金曜日始まっております。よろしくお願いしまーす。えー、ツイキャスコメントで、ひゆぐしかわしのおれさんから、可愛いできてましたね。可愛<ー>い可愛い。可愛いい。みずみずみずさん、いい <laughs> コタコタコトくだな。あー、そうです。私はコタがこら <laughs> 違らかったんだよなぁ光沢くんではなかったみたい似てるんだよないやタオル死にかんでるやし光沢くんね本家の光沢くんね家の方いるんですけどねありがたいですはいありがとうございます普通にまっこり匂い嗅ぎたいな匂い…どんな…あれ…あ…すごいなんか濁ってるあれえどういうことどういうことちょいちょなんか沈殿してたのかなおい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 そんなもん考えずに 出てくる言葉じゃねえだろそんなことはまっこりの話で沈殿は出てこんだろうよ <laughs> 頭が切れるわすごいわーすごいなじゃあ沈んでたのかわかんないけど白沈んでたでいいじゃないはい、うん、沈んでました、はい、沈殿って沈殿 <laughs> 言うだろ普通に俺沈殿って言葉の意味すらわからんもんだって今いやわかるわかるいやいや上の部分え 開けてみます <laughs>。上の部分指でサすさスす,するな。そうそう。してところびっくりするな。じゃあ開けてはい。無心に出てくるな。いつもの癖が。<laughs> 癖自然とナチュラルに。開きますよ。音聞かさで言え。そんなやビールじゃないのや。プシュとか鳴るかや。<laughs> カチカチカチ,カチ。あでもなうわ飲みたいな。いいね。 匂いはどうなんもう飲めるやつ買ってくればよかったなやっぱり一応マッコリを俺飲んだことあると思うけど味覚えてんなんこと女性が結構よくね好きなイメージあるなでもなんか普通に普通にお酒の匂いなんだけどはいあんだろうどっかで嗅いだことある匂いがするはい。らっちゃったなどっかでね入ってっと鼻につけんねえお前 いやいやふりみたいに言うのもうやめな。のめん食らうよ。いや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 マジでつけつけるんだったら唇つけるよ。本当にじゃあもうこのさあのつけたり離したりしないでそわそわする。すいませんすいません。はあでもなんか美味しそうな匂いではなんかなんかお酒の匂いのミルクに近いんかな。ミルクかな。えマッコリって水で割るっけ割らんよね。え割るんじゃない。え割らないんすか。割らないイメージ。割らない 割らないですよね、大翔くまさんねえ、なにこれなんか、お酒の匂いプラス…なんだろう、豆腐豆腐なんだろうでもなんか乳…乳製…う乳酸菌乳酸菌お酒ですよねあ、めっちゃ発酵さしてるってことですね、じゃああなんか…米…あ、お米かな米麹に近い匂いがはははは。なんか米麹に近いな匂いは米麹の匂いがわからんなふ 米麹わかんないですみ味噌けのあるちょっとした匂いお米をね味噌にするときにいいチコも飲んでみたいなあ焼酎か商品説明 <laughs> 失礼しましたはい商品説明があるので読んでいきたいと思いますはいじゃあエコーお願いしますい,やいるか <laughs> はい自分からまろやかな甘みとああいい爽やかな酸味の何<も>絶妙な味入ってこないもん

まあね、演技の幅広げようということでいろんな方に挑戦していこうというコーナーとなっておりまして、エロく説明して当てようのコーナーはミーズさんしか知らないキーワードを3つまでヒントを言って聞いてる皆さんで何を言ってるのか当てようというコーナーとなっております。はい、すごいまっこりとしたね沈殿としたコーナーとなっておりますのでね。幅の意味考えてから言え。そしてですね。今回ですね、あのブースの中に。 康太くんがいらっしゃってます。いつもいるよや。いつも白波でいるや。結構な確率で問題当ててきてるよ。さあじゃあ行きましょうか。はい。一つ目のヒントこちらです。どうぞ。白く粘っとしてる。マッコリ。あ違います。さらっとしてるマッコリは。え？スペルマ。スペルマ？スペルマ？あもういいもうたたんたこのボケたたん。どがどっちがどっちが 白く濁ってる。粘ってる。白く粘ってる。あれこれも俺分かったかもしれん。好き嫌いありますよね。ああ、あるかなこれはどんなんすかまず違います。あれ違う。ごめんなさい。あららら。三河さん。三河さん、間違ってますわ。ごめんなさい。やったことないよ、美川さん。え美空さん、それ好きなんすか白く粘っとしてるのは。えうん 嫌いじゃない好き嫌い <laughs> あるかな嫌いじゃないなんですか嫌いんうん、うん、好き嫌いって聞いたことない一応飲み込めって男性から言われたら飲み込みますいや無理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 あまあ食べ物じゃないからねうん、うん、<ー>それおかしいよ口にするものじゃないよいな口にするものじゃない、うん、確かにね塗りたくるものですか、うん、体に<あれ> <laughs> うんかもしれんな次のヒントですあらお 近づいちゃった。二つ目のヒントこちらです。どうぞ。こすりつけて。いやだ。エロい。エロい。いや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 。だからこすりつけて白くネバネバしたのが出るってことでしょ。違う違う。あれ。でもそういう意味。白くネバネバしたものを。そういう意味合いで考えたんでしょうな。きっと。うん、え？で食べ物じゃないですよね一応。食べ物じゃありません。こすりつけて。こすりつけてから白いそのネバネバが。 出るということですか違う。白いネバネバをこすりつけるということですはいはいそういうことですはぁははぁはぁこれはでも…え、でも…俺ちょっと今ね、その下ネタとか関係なく多分出てるかもしれんぞ本当ですかもうお前は出てるんだもういっぱい出てる本当に出て出ちゃったんだじゃあ三つ目行きましょうかもうコウタくんも分かった分かってますえぇ、マジでほ本当っすかいや…あー聞いて、はい聞いて、じゃ 三発目のヒント、こちらです。どうぞ。ぴったり合わせて。ぴったり合わせて。なるほどね。はいはい。これちょっと。かかんじゃないえ、ぴったり合わせて。ぴったり合わせるこれは、あの、夏に使うものですか。いや、季節は関係ないですね。関係ないんだ。関係ないと。はいはい。え、関係ないの。うん。あの、ちなみに、自分たちは、すっとこどっこいは使ったことあります。これ。 使ったことあると思う。見たことあると思人は使ったことあると思うよ。えすっとこどっこい2人でやってるところは見たことありますうん、ないない。ないんだ。ない。はい。何ですか、光沢。今は使わない。い季節的にってこと大人になって使うこともありますよ。全然。別に子供との関係ない。子供も使います。え

季節は関係ないと思います。えー、えー、なんだ。これミズさんっていうかあ違うな。結構なんかあの女性の方がどっちかといったらお使ってる方多いですか。いやー男性女性関係ないと思うな。なちっちゃも当たらんな。男性がこれ違うのかな。<も>男性が多い。男性が多いんだ。わからんわからん。でも本当に全然関係ないと思う。 あ、そう。え、じゃ、ああれですか、毛髪量ですか。違います。水さん使いますよね。え、実はまだ使ってないんだ、うち。使ってない、使手遅れだよ、使わ。おすすめあったら教えて。え、じゃ、あ正解を、こうたくんも一応聞いときますか。こうたくんも、正解率。あ、一で一で一。も聞いといて。あ、俺もでも、わかってるわけ、もう、耳、はふってしないでくださいよ。 どう正解か不正解かでいうとえっと惜しい惜しいんだあもう一個あるもう一個あるもう一個あるんだコウタ君でも合ってると思う合ってると思ううんあ、分かった分かった分かった何俺も分かったえ分かったやすさ俺じゃ合ってんのかなコウタさん合ってますえすげえじゃあ性能で言いましょうじゃあコウタさんも行きますコウタさんもはいはいはい いきますよ。せーの、ボンドクリーム。ボンド。あ、あ、お？正解は？正解はプーキーさんとコウタさん、ボンドです。えそっちな。はいはい。そっちな。あ、そっちか。あ、そっちなんだ。はい。なんか言うわ。だから、いやどっちそっちか。ハンドクリーム。ああ、男性は使わんて。 俺ハンドクリームいやプリウーションが死に使ってるからさいや<ー>いつはもともとな死に使うからプリウーションは、うん、その男性も使うっていうのにプリウーションだけしか入ってないと思っていや男性使うでしょうハンドクリームいやだからまあ使うから、まあま,うん、まあまあ使うだろうけどハンドクリーム,リームから思ったらそっち木工用ボンドの方ねはいはい、はい、ああでたやた白い白いネバネバしたのっていうのはでもネバネバしてないんじゃないの ネバネバしてないネ、うん、ネバネバはしてないよ。ひっつくとかだったらまだ,、まあ、まだ分かったけど。でもまあやっぱネバネバがすごいエロいって思ったけ、うん、そうだよエロに寄せるってなったら。<の>でもエロに寄せたら,だから分かりづらいじゃん。それいやぜ いやコーナーの意味考えてコーナーの意味考えていやまあ今回私はできれたけどさあ、ん不服だななんかコースしたいコース絶対なコいやいやもうそういう細かいなコメントで正解者の方いますかはい内さんボンドおおおめでとうございますすげー他には何かあるのスマのアニジョさんもボンドは来てますねおおいいねいつものいつものやつはいつものやつ来てますよあいつものやつ安定してみますはい ええ、旧鵠沼市の俺さんから、はいはい、分かった、チンコチンコと来てますね。正解、正解。いや、外れ外れ。熊本の安仁の須藤さんからもやっぱりチンコチンコと来てます。正解？いや、間違いです。ああ、違うんだ。でも考え方によっちゃね、もう当たってるからね、もうほぼ。まあな。考え方によっちゃるからな。それは寄せてってるからそうだわ。じゃ。 <え>正解された,正解されたウッチーさんとアリゾウさんには何をあげましょうそば塩さんえー、今回正解したウッチーさんとアリゾウさんには <laughs> ミズさんの脇腹をプレゼントしますうわー待っていいなちょうど2つだしね死 2>, 2つわぬ脇腹をパカッパカって取ってから<ぬ>角質でい,いっすよじゃ角質。角質脇腹の角質いや え変態すぎでしょ。なんかあのあの足とか足とかの角質を取るなんかあの硬いやつあるでしょ。なんかちょっとめっちゃ穴が開いててガサガサしてるやつ。そうあれでちょっとあのコスコスしてもらった。なんかなんかやだな。というわけで以上小山好きな女優の道エロく説明して当てようのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。や難しかったな。今日当てたかったけどな。当選者。当選者じゃないね。メール行きましょうかね。はいお願いします。メール行きましょう はい、ね。メールいきますよ。大丈夫ですか。行きますよ。早く、早く、いいよ、待ってる。え、言うから。あんたもこの時間。大城くまさんから、あの、メール来てるんですけど。この不適切な内容が含まれる可能性のあるツイートですについて。先ほどね、話に出た。ツイッターアカウントのプライバシー設定によって、問題なく見れる人と見られない人がいます。あ、そうなんだ。 ではどうやって不適切な内容を判断しているのかについてはツイッター、うんえー Twitter、側のプログラムで、うん、肌の露出具合や色か、えー、身体の形や曲線で自動判断しているそうですへ、えー、えー、す例えばそばしょうくんの肌をアバ,アバターみたいに青く塗ったら同じ画像でも多分不適切とならないはずですあなるほどねははいはい,、はい。えー、俺が綺麗すぎたんだじゃあ 本当にだから言ったら裸みたいなっていうことに捉えられた,られたってことでねこのツイッター側のプログラムでねえすごいなえじゃあグラビアアイドルとかはなんで確かにあんな露出してるもん水着てる何でもかんでもやっぱちん乳首が出てたらもうダメなん,じゃん、うん、隠したよちゃんと 俺の乳首を隠した隠した隠したなした何かガンダさんでね俺の乳首を隠してるあっといたあ、それあげた時にあ、それでもじゃあおかしいですねだからもう肌色が多かったとかじゃん乳首にスタンプ押すから余計に色く見えるんじゃないいえいこれ自動判断してるんでしょまあっていうことでしょだから肌の露出具合と色身体の体や曲線で自動判断ってあでも さんれてるから曲線はあった確かにな女性と認識されたのかもわからんええかもしれんなじゃあ今プーキーのこの上半身裸のもう何気ない普通の感じで写真撮ってそのツイート引っかからんかったらそうってことだね女の子の体じゃないっていうことだってことでしょ あのなんていうの曲線はいはいはい的にまあでもやらんけどねうんやらんけど普通に普通にやらんけど何が面白いか絶対やらんけやば死に覚めてる嘘ですはいありがとうございます大塚くんなるほどねどう安心どう安心じゃあ続いてのメールいきましょうかそういえば先週ツイッター見ましたかね皆さん僕らが放送中に上げたやつどうでした 反応ありました？お結構ありましたけど。特に。えあそうなんだ。うん。まあ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 。まあ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 。まあまあまあいいんじゃない？ていうか俺も消しちゃったなそのツイート。あ本当？うなんで消したの？いや単純にもうなんかいいやと思って。いや。なんで消すわや。いやそのためのやつだったから。だから金曜、そうそうおりちゃんのやねツイートするという。あまあありますけどね。これツイッターで上がってるかもしれないね。そばしょうはなんてやったのちなみに？僕はいや毎回この ラジオやるときにブーキーとミズさんの距離近いのに俺だけなんか音いろいろ作業してるのにちょっと距離遠いなっていう長いなこんな長くツイートしたば長いな長いなえミズさんはえうちはなんか下ネタしかいやいやそれぞれの印象みたいなおおなんかショウさんはカビキンなんだかカビキンなんだろうカビキン新人文系シキさんは頭 ヘッドね。だからその偉い人ってことね。頭とかそういう意味の社長とかね読み方変えられそういうことね。あなるほど。読み方変えらやばい。ポジティブシンキングがすごい。自分は自分は載せてなくて、金曜オリジンチャンプルの印象としては、無理やりキャラを変えさせる。 番組っていういやいやいやそれはもうお門違いや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 自らも変わっていってるのになんかそれに俺たちがあたふたしてる感じなのにさ俺らが察してるみたいな感じそうそうそうやだわ一人だけ落とすってでまあ僕があの名言集ですねいつもの。お前はなんてあげたの,あの朝立ちしなくなったことを悩むより独り立ちできてない自分の生活を悩めっていう。 なんかそれ名言をね、ちょっと残してどこで活用される名言下ネタ名言っていうのをやってんだ、僕そうそうそうやめれ、それ言いますよこういう活動をしてるそう、活動してどうも始めましたやめれ、その名言はい、ということでねじゃあメールいきましょうかはい。シアナル2時に両県ですぺち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 ありがとうございます今からドラクエの勇者かやって話をします ドラクエの勇者かやっていう話ね両県は皆さんと同様レンタル自動車屋さんで働いてますが最近、えー、お店のの入り口のドアに鈴をつけましたなんでかというとこの間店の奥でお昼ご飯食べていたのですが、うん、ふと店内を見たらアジア人の観光客が3人、うん、音もなく店内に入ってきていたんですが、うんえー、そのうちの1人がう受付の人に「 受付の中にいてお金が入っている引き出しを開けて見ていたんです。うん、ーいえー、ええええすごいことですよ。ええ両肩びっくり両肩して思わず気になったなそこ。思わずドラクエの勇者かやって言いそうになりました。 お客さんの方がっこ、ねうん、あこそういうことね両県さんのことかなと思っアイテムをねアイテムを取るときに勝手に開けたりするやつね人に入ってね、えー、両県に気づいたアジア人たちは何事もない感じであの自転車借りたいんだけどってこのアジアの国の人は お国柄なのかよく勝手に引き出し開けたり勝手に冷蔵庫開けたりします。た、えー、まったもんではありません。えー、まあね。溜まっているミーズーさんにこういう事態を防ぐ効果的な三つの方法を教えてあげましょう。いいそれではエコーお願いします。<laughs> はい、まず一つ投げれ。<laughs> というわけでいや二つ教えろよ残りりょはドアに鈴をつけたのですえなんじゃそれということでいただきましたりょさんありがとうございますありがとうございますどっかで聞いたことあるすごいなアジア人がね来ててすごい出来事だなお金は別に盗まれんかったんだでも勝手にレジ開けて見てたってことでしょう。怖いねあレジではないのかままああお金が入ってる引き出しを見たのかまあちょうどね 運よく開けたところに<ー>そ,うそこがお金が入ってるところだったみたいな感じかなあ<ー>いや,いや,や<ば>でも引き出しを開けるってことをさ、うん、普通はしないよね。まあ まあ、確かにドラえもん以外しないですねそんなねそうだなそうじゃないピンとさばは全然違ういやいやいいい例えだったと思うけど全然違うもんだっていやだからあれでしょのび太くんがこのなんかどっか過去に戻りたいよって言った時にこのあじゃあここの机から切ってなんか引いて引き出し上げてそうそれで行こう行こうって説明しなくて分かるといや今ピンときた俺はピンときた本当にまさひろ、ピンときました 菊間さんなマサヒロじゃねえかそれは前田マサヒロだろお前それ俺たち同級生のお前白湯や誰がわかるのそれあーっていうことえーすごいなそれでなんかまあ猫ばばした経験などございますか皆さんないですまあアジア人なんで僕たちもまあまあそうねございます逆にいやないですわいや一回か二回あれでしょ小学生の頃とかないないない時効ですよって時効ですよ別にトークしますか 時効ですよっていうと時効ですよっていうとみ水さんが何をネコバワしたのか俺は聞きたいですネコバワはしてないと思うまぁちょっと悪いこととかちょっと悪いことしたなみたいな僕はねもう時効ですよだからもう時効かどうかもこれ誰かわからんけど一応考えれよ一応ちゃんと一応ちゃんと考えてらんとダメだよ一応これは単純にうん わざとではないわけよ、うん、でわけででざとではないしなおかつあのすいませんっつって謝ったわけ。<う>解決はしてるわけよこの話で。っていうこういう出来事があったっていう話なんだけど、うん、あのテニス部だったんです中学の頃。ははいはい、はい、でこのテニス部のね移動式ネットっていうのがあったわけ。 どこでもそのネットを移動しできてつけて練習できるっていう、うん、めちゃめちゃ上等のやつがあったんだけど、ね、それが僕ら僕とプーキーも同じテニスだったんですけど、はい、もう使ってたんですよねもちろん,うん、うん、どっか試合行ったりとかしたら移動式ネット立ててみたいな、うんうん、でそれをやってたんですけどあのその移動式ネットが、まあ、あの2つ3つぐらいあったんですよ<ー>でこれをね僕がまあどのタイミングでか分かんないですけど移動式ネットを持ってって、うん。 <っ>てはいで返したつもりなんですけど、うん、ずーっと持ってたわけ俺がああもう忘れてねそう、うん、でそれはもう高校1年の時に気づいたのかな、うん、中3のなもう頭ぐらいで卒業してる卒業っていうか、うん、あの部活やめてるんで,、うん、で持っててその間にね移動式ネットがないみたいな感じの、うん ああの話があったわけよ同じテニスで「持ってんか衣服」みたいな「いや、うん、俺全然,全然持ってないよ俺だって触らんもん」みたいな<ー>高一になってから気づいておばあの,オバーの家にあったわけよああはいってなって、うん、俺ずっと「 あ、やばくってたなあってなって、<laughs> それで一応、まあ、謝りに行ったみたいなだけの話なんだけどね。いや、お前、これ、マジ、絶対ダメだよ、話。は <あー S 1> <laughs> い、やちゃった。解決法とか、やばい、<laughs> やばい、実行ですよ、だから。これただ、の、窃盗じゃん、え、どうすんの、これ。いや、だから、まあ、言って、か、監督に言いに行ってよ。<laughs> あ、で、それで、まあ、返した。ってそう、返したよ。あ、偉いね、ちゃんと返しに行って。う,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 うん。っていうね。だから、これ、まあ、あの、返したっていうか。 そのまま謝りに行ってすいません持ってましたって言ったら新しいの持ってるから別にいいみたいになってああそういうことねもういらんよやってなってじゃあ別にいいんだ返すんだったら持ってきてって言ってそっからもう持っててないの持ててないですまだああ持っててないんだだからもう僕がお笑いで大成功した時に返そうかなと思ってます返初にってはいっていうね時効ですよトーク うん、う俺だけですかいやもう CM 以降もう時間ないからいですよそうそうそう話したいんだけど,どだけういん<罪> CM 見ていろんな犯罪を起,こし起こしてきたのは話したいんですけど <laughs> まあでもちょっとね、まあ、じゃあいっ CM いきたいと思います <laughs> メールまだまだお待ちしておりますのでよろしくお願いします、うん、それでは一旦 CM ですどうぞ。 でお届けしました。

俺の名前のプーがちょっと入ってきてた。入ってきてちょっとだけ戻ったから心好きに。心許してくれてるな。ずっと不機嫌だったけど一回離れてから。一回離れてね。ちょっとまた帰ってきてるのかな。私事ですが職場を退職しました。え、そうなんですね。うん。問題を抱えての退職ではなく円満退職あ、なるほどね。幸せ。退職だ。退職？うん。退職？ あ退職私には長年思い続けてる夢がありその準備に取り掛かり始めました、はい、これからは自分で稼ぎ働くことへのプレッシャーもありますがお三方の頑張りを励みに私も精進してまいりたいです、うん、お三方は将来の夢などありますかということでああ<ー>ありがとうございますめちゃめちゃいい話ですねーお三方まあ美水、えー、さんと蕎麦昇さんと大城熊さんかに違う違う違うお前もお前だろお前だろよえ,え俺も聞いてくれんの <laughs> いやいやそれでプーも履いてるからね今回はね今回はああ、うん、入れてあげようかみたいな花助さんの優しい気持ちがあったああ将来の夢なんですね、うん、ナイスオーラー <laughs> えー、えりすの <laughs> ええ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  冗談冗談お笑いでしょ冗談冗談あんのかって話よお前いやまあ将来ですかまあ本当にお笑いなしで本当に和歌山県に住みたいですお笑いなしやし本当にお笑いなしやしお笑いなしってふっと言ってお笑いなしっていうなんだ和歌山県に住みたい和歌山をずっと応援していきたいってことですねはいもう億万長者になってなら江川付近に住みたいっていうのもあるね。 うんうん甲子園の近くに住んでたらすぐ試合見に行けたりするわけじゃん野球めちゃめちゃ好きだなそうねいやほんとですよそのために生きてますから僕はでもう一つが花けさんと一緒に生涯をね共にしていきたいな気持ちの悪い気持ち悪かったなと安心じゃあお二人はえー水さんは自分は普通にも なんか成功してるしてないをえ成功？え成功ってどっちの成功の意味なんですか？すごいな。ひどいな。ああ失敗成功の失そうそうそれ言わんとだからわかるって分かるだろう。次に成功って言うからえと思って。いや成功してしてるしてないを別として別として演劇を演劇とかあの演じることをずっと続けていけたらなとは思いますね。しかもその演劇がね。 あの四月にあるということでいいんですかいいんですかいいんですか上手だな上手だな一緒に上手だなはいということで劇団おぜ第五十一回本公演必要のない私たちという公演がございます作演出永田健作となっておりますこちらですねエロ本の自動販売機を はいはい。めって、まあまあ話、これだけ聞いたら、ちょっとえって思うけど、あのちゃんとしたヒューマンドラマとなっておりますので、よろしくお願いします。私はこちらの公演ではですね、新人ポルノ女優を演じております。はい、よろしくお願いします。やっと来ましたね。今までやってきたことあって、すべて本当に向こうます。ねよかった。見て、聞いてたんだ。検索さんも。やっぱ見てる人、見てるって全部そうなのかな。そう、わからんけど。 水ずさんそれそれは本当に脱くシーンとかあるんですか脱くシーンはありません なんだよ。おおい。いや普通に子供たちも見に来る。うっざっくんなよ。れる内容。子供たちも見に来れる内容にとなっておりますね。ああなるほどね。お願いします。場所は沖縄市民小劇場アシビナーとなっておりまして、料金一般2,500円、小中高生1,500円、当日500円増しとなっております。はい。はチケット私の方でも受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いします。ああお願いします。 稽古ももう始まってるんですよね。はい、やってますよ。ああ、いいじゃないですけ稽古では、それは、脱い、いい脱がないです。ああ、脱がない。いや、本番脱がんのに、脱がない。二部構成だよ。遊びで遊びで。昼夜じゃないそれは。この舞台は。え、違います。昼は子供向け、夜は大人向けみたいな。夜中の公演ないですか昼夜夜中っていう公演ないんですかアドリブでなんかしない <laughs> アドリブで <laughs> アドリブで何かしないってなんだや <laughs> <laughs> それはまあ打ち上げに取っといてね打ち上げに取っといて <laughs> いや,いやからげ, <laughs> げでやるのが一番上よろししくお願いしますそして万代さんから差し入れでオリジンはそしてオリジンチャンプルの皆さんへ前万代さんよりちょっと東京にあの行ったみたいでお土産でえクッキー ですかね。お、ありがとうございます。ホワイトチョコでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ホワイトチョコでいただいて、うん、いただきながらちょっといいじゃないかこのね。ます。差し入れがどんどんね。ミラミスクランチって書いてます。お、そいただきます。いいやつだな、絶対美味しいやつだ。うん。あ、まあ食べながらでいいからさ、そばショーのなんかその将来の夢って聞かしてよ。あ。 この話もう終わり。終わりです。あ、っていうていうことでした。すみません。塩気があるね。ちょっとね。塩気。うん。おお。あれ、俺の舌が間違ってんのか。あ、でもなんか塩気。塩気ではないと思うけど。一応なんかそんな甘ったるくないな。コーヒーのあの香りもしますね。うん。ちうまい。これバクバクいけるな。うまいな。うい。甘い。 の苦手な人でもいけるわままあありがとうござす蕎麦翔の将来の夢はあれですねやっぱり結婚式を挙げることガチで今の彼女さんぞうわもう終わるんかもっと話したかったなあうわここで話す内容ではないなちょっと寒かったな今なごめんごめんごめん死に寒いこと言ってしまったいやゃあ来週聞こうじゃそれはいややっぱね あのー、やっぱ将来の夢はみんなで仲良くこの FM 那覇のメンバーでみんなでプロレスをしたいなあいやーあ<ー>違うなーそういえばなんか最近琉球プロレスのなんかイベントなどございましたよね。<laughs> ございましたよね。ねなんか FBC の芸人さんと一緒にタッグング。<laughs> ね、<laughs> フルの上手だけど内告知以上してるし。あり <laughs> ましたよね。なんかイベントなど、ね、告知まえし。国知つなげまえし。まだの <laughs> はい、まあまあみんなね夢を持ちながらやってますわ本当に。久しぶりでも、そしてメールも追スコメントもいろいろありがとうございます。読めなかったメールもあるんですけどすみません。ありがとうございましたねライブの方、そして劇の方もありますんでぜひ遊びに来てください。お願いします。本日のお相手はすっとこどっこいそばショッすっとこどこいブーと、劇団おせこ屋水木でした。ありがとうございましたまた次回お会いしましょう。よい週末また来週。